おはようございます。セブライフの友です。今日はこの8頭の子豚をね、早速離乳していきたいと思います。といってもこっちに簡単な移動ですね。はい、続いてはね、この 2頭、この2頭のお母さん豚をね、このまま上にあげようと思います。まずはこの子、ちょっとずつ下がってきてくれるかな。行きたくないのかな。上手に入れました。はい、ということで2頭の母豚とね、子豚の移動が終わりました。無事この水もね、新しく取り付けました。はい、で、出産予定はこのお母さんがもうすぐですね、本当にあと 2、3日で、このお母さんがそれから2週間後ぐらいですね。で、このお母さんがまたそれから2週間後ぐらいですね。ただお腹の大きさ的にはこのね、このお母さんが一番大きいので10頭以上いるのかな、期待できそうですね。このお母さんとこのお母さんはそこまで大きくはないですね。はい、8頭の豚探検、新しいスペース探検してます。この子たちはね、本当になんかムチムチで可愛いですね。
元気いっぱいっていう感じ。はい、なんかね GoPro こう撮影しようとボタンを押しても0秒、本当になんか写真みたいにねパシャってなって動画撮影できてないことがね本当に最近多いですね。なんかそういう不具合なのかな。なんかねこの撮影する15秒30秒前ぐらいからねずっとこうなんていうのかな、この大切なシーン瞬間を逃さないために15秒30秒ぐらい前からこのボタンを押す前15秒30秒前から撮影が始まってるみたいなモードもあるんですが、なんかそれだとねそれだとこういうこともなくなるのかな、うん、使ったことないので分かりませんが、はい、GoPro はどうでもいいですね。うん、元気に育ってる。あっちのみんなもねやっぱりこう比べるとちょっと大きいのかな。でもこの子たちはやっぱ大きいですね。生後1ヶ月にした結構持ってみた感じ、うん、8キロ10キロぐらいありそうな感じがしました。はい、ではご視聴ありがとうございました。バイバイ。おーおー、バイ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